にちは、皆さん。ステアというのべたちゃんとアルミンちゃんのメキシコ料理の教室です。このチャンネルへようこそ。オッケーです。じゃあ、まあ今回はですね、いちごミルクを作っていきたいと思います。メキシコでよく朝ごはんでね飲む、これめちゃめちゃ人気、普通に飲む。みんな専門な場所もある、専門店っていう、わかんない、飲み物が売ってる場所、めちゃめちゃ人気です。結構あそこに朝ごはんを食べに行きます。スペイン語で言うとリコアドでフレーサ、フレーサはイチゴで、リコアドが、まあ、ミックスっていう。材料は紹介します。まあ、まずイチゴです。ミルク、これは砂糖です。バニラエッセンス。あと私使うのはこれです。ミクサー。ミクサーはめっちゃ大事でしょ。メキシコ料理でミクサーがないともう何もできない。いちごも洗いました。ただメキシコでね、まあこれは大体取ります。こんな感じです。あと砂糖、小さいスプーン5ミリの1個、2個、1、2、3、 3.5。 牛乳は300ミリ、400にしよう、400、バニラエッセンスはちょこっとだけ。ミクサーを使いましょう。 OK。出来上がり、こんな感じです。じゃじゃーん。まあ本当はストローを入れてって飲むけど、私はねあまり使わないから家にはない。そして買うの忘れました。すいませんでした。本当にすいませんでした。で、まあじゃあこんな感じです。飲みましょう。こんな感じで、もう本当に早いし美味しい。で、今のこの400ミリのミルクで2人分ですね。ぜひぜひやってみてください。ということで、この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオス。